小解析、総美霊と談笑する、ジョーゼフ・スティルウェル・ジョーゼフ・オーレン・スティルウェルは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将。1883年3月19日、フロリダ州パラクタに生まれる。1921年、先制省で、道路建設の技師長を務める。この時、氷玉賞との知器を得る。 1926年8月、天津不評第15連隊大隊長に就任。この時、ジョージ・マーシャル・中佐と知り合う。1927年5月、北伐に巻き込まれ、助手から汽車で裏口まで行き、走行巡洋王ピッツバーグで脱出。1928年5月、保証市場で、災難事件、田中を覚え書き、軍伐問題に言及。 直後に、超作林爆殺事件が起きる。1935年1月、在中華民国大使館振陸軍部官に就任。紹介席の参謀長となる。1941年12月、太平洋戦争が開始。1942年2月、中国、ビルマインド戦域埋陸軍司令官に就任。中国雲北ビルマ戦線で、 ルイス・マウント・バッテンの元対日作戦の指揮を取り延焼ルートの確保に当たった。大胆な戦略家かつ辛辣な性格であり、ビネガー城のニックネームで知られた。1942年のレポートから紹介席は、全く役に立たず、能力はあっても抗日戦に軍を使う気がないと、報告していた。スティルウェルは、ビルマインドに拠点を移し、 ビルマの炎症ルートを遡って中国大陸に攻め入り数百万の中国兵をアメリカの商工団が指揮することで中国大陸から日本を駆逐するという構想を持つようになる。そのために彼は蒋介石に対し彼のもとに中国陸軍の数個師団をよこし彼に中国兵の訓練を任せるよう要求した。 それにより、米式中国軍が編成されている。しかし、この彼の構想は、紹介席の利害と正面から衝突し、二人の関係は悪化。最終的にスティルウェルは、紹介席にひどく嫌われて最後は解任されてしまう。スティルウェル自身も、紹介席を、ピーナッツと呼んで部別していた。紹介席は強化された軍隊が、 自分に反旗を翻すことを危惧した。スティルウェルの指揮下にある再建した20万の米国指揮、中国軍はへしゃげも、統越の戦いやミートキーナの戦いで、日本軍を壊滅に追い込んでいるが、一方で、紹介石の軍隊は、日本軍の大陸脱作戦によって、無残に敗北している。1943年5月、米英首脳が、ワシントンで、 第3回ワシントン会談を行い、中国基地から行動する、米空軍について議論された際、スティルウェルは、それらの爆撃構成に対し、日本軍は、空地の大規模な作戦をもって、猛烈に反撃するであろうと、同リットル空襲に対し、日本が接作戦を行ったことを連勝した。また、これらの飛行場を援護するには、 米軍装備の中国軍50個士と防空のため、在市空軍の強化が必要と述べた。8月、米英首脳がカナダのケベックで、ケベック会談を行い、その中でアメリカによるセッティング3計画が提案された。内容は中国を基地とする B-29 の28機ずつの10編隊から、始めドイツ降伏から12ヶ月以内に、 日本を屈服させることを目標にしていたが、これに対し、スティルウェルは、平坦の支援が困難と考え、セッティング3計画の代案として、ゲーリン、調査に沿う、数基地を、全身基地とし、カルカッタ地区を、中流飛行場とする、トワイライト計画を提出した。1943年10月13日、航空本部長ヘンリー・アーノルドは、その改定案を、 ルーズベルト米大統領に提出。前進基地を四川省の生徒とし、日本本土攻撃の開始を1944年4月1日と予定した。大統領はこれを承認し、11月10日に英国と中国から飛行場の確保を取り付け、この計画は日本の早期持続爆撃を目的としたマッターホルン作戦として発足した。 1943年11月、スティルウェルは戦勝後における英米素中で構成される4人の警察官構想を検討しており、回路会談に出席したルーズベルトに次に日本軍に構成されれば国民党は倒壊すると通告し、さらに中国本土からのアメリカ軍の日本空襲作戦は日本陸軍の猛烈な反撃を招くとして反対した。アメリカは 太平洋戦線で日本軍と戦いつつ、欧州でもドイツと戦っており、大軍を中華民国に振り向ける余裕はなかった。小介石の国内権力基盤は極めて脆弱だった。ルーズベルトとは正反対に彼は中国国民党軍の腐敗と弱小ぶりを見抜いていた。1944年大陸脱作戦の交尾改戦に際しては、 夜も眠れず、二回も自殺を考えた。1945年6月18日、沖縄戦の末期、第10軍司令官サイモンビーバックナー中将が戦死し、その後任としてスティルウェルが司令官に就任した。就任した6月23日は、沖縄守備軍である第32軍司令官の牛島三中将と参謀長の長友中将が自決し、 沖縄の地上戦が一段落ついた日でもあった。1945年8月、終戦。1946年10月12日、カリフォルニア州サンフランシスコのプレシディオにおいて、遺願のため死去。遺棄は太平洋に巻かれ、遺霊碑がウェストポイント墓地に置かれた。息子の一人、ジョセフ・スティルウェル・ジュニアは、陸軍将校として巡将まで務めた。 戦士総書4巻1号作戦1カナンの回戦67ページ戦士総書4巻1号作戦1カナンの回戦66ページ戦士総書4巻1号作戦1カナンの回戦67から68ページバーバラタックマン失敗したアメリカの中国政策 P107 ありがとうございます